け。懐かしい、あそこだ。やったやった。はい、はいはい。いらっしゃいませ。こちらの商品どうでしょうか。あ、それで両方ください。店内での飲食は禁止でございます。はい、すみません。あ、なんか前の店員さんと変わりましたなんか。ちょっと店の商品買って食わないでください。あ、すいません。ある人はちょっとクビにしました。あ、クビ何かあったんですか。店長です。あ、店長、あ、店長だったんですか。え、すいません、これ商品ですか。これ商品ですね。ちょっとこの紫のジャンプパッドめちゃくちゃちょっと欲しいんですけど。ジャンプパッドですか。そうですね、ジャンプパッドですね。どうぞ。あ、いいんですか。ありがとうございます。よし、これがあれば。金払いで見てるよ。いや別に。ちょっと店長さん、店長さん、何ですか。ちょっと何ジロジロ見てるんですか。お金払ってもらえた。あ、お金、あ、そうだそうだ。はい、ショットガンです。これじゃねえな。違うんですよ、これじゃないって。なんか店長無言になっちゃいましたね。これ、これかな。違うみたいですね、これ。でもない。これ違うな。あ、なんかポンプショットが返品。うん、返品。あ、小玉。小玉ちょっと出してみたら。そうですね、小玉。ちょっと持ってないんですよ、今。ちょっと大玉。あれ商品商品か。しまったね。え、これダメですか。大口。大口径。あ、いけるみたい。おい、エリア、エリア、エリア、いや、無理、無理だから。今、いらっしゃいませ。店長、エリア迫ってる。あ、でもなんか壊せそうだな、これ。やってみようか。お、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 すごいすごい。よっしゃ、もう勝利した、もう勝利した、あはははは。キャッチ、このパワー。赤ちゃん終わった。うん、てんてん。ここで宝箱開けさせてもらいます。動画の途中ですが、ここでフレンドに思い通りにアイテムを取らせる方法を紹介したいと思います。まず準備として取らせたい相手の一番好きなアイテムを用意しましょう。今回だとピストルを用意します。用意したらそれを相手の目の前に落としましょう。ここで一番大切なのは自分はこのアイテムを落とすんだぞという意思表示をすることが大切です。ステップ3は相手がこの挑発に乗ってくる素振りを見せたら完了です。簡単ですね。何回も目の前で落としましょう。落として拾って、落として拾って、相手の目が真っ赤になったら準備完了です。仕上げに1回違う武器でフェイントをかけて、次に取らせたい武器を落とす。するとあ、青に騙されたな。やっとだ、やっとピストル以外のものを取った。あ、ちょちょちょ、あ、まわい、あ、悪かった、悪かった、悪かった、すまん、すまん、にゃこさん、わかった、怖かった、にゃこさん、あ、かった、あげる、あげる、あげるから、あげるから帰ってきて。おーい、おーい、おい、ちょっと行くなんて、そっち沼地やから、ちょっとそっちエリア外やから、エリア外、エリア外、ちょ、死ぬな、やめろ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 、飛ぶな、あはは、中途半端に食らうなんて。ほら、落としたから。
たの。巻いてる巻いてるよ、さっき絶対絶対あそこで落ちたやつやろ、それ巻いてんの。巻いてんのか。痛い、やられた。カモンベイビー、ほら勝った。ナイス。昨日ね肉食べたの。プまさかの無反応。いや息止めてた。弾がない弾がない弾がない弾取られた、あいつ取られた。待って、建築もう一人いるぞ。これかぶった、かぶったねこれ。次よかった、あーやば入った、いるいるいるわ。あー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 ほんで、はい、ちょちょそこで、ちょちょちょ、あーあーあーおおお、あ、思った、あ、入っちゃった。イエーイ。いや、これ修正来るよ、マジで。甘いな。あー、ハイプ来た。やったやぜね。